300年前、一隻の植民船がその宇宙を発見した。それは広大無辺の宇宙において幸運以外の何物でもない。もしも神という概念が存在するならば、それこそが奇跡であっただろう。近接する3つの恒星系は、そのいずれもが植民可能な惑星を有していたのである。植民船はその宇宙の中でも最も美しい惑星に着陸した。新天地に降り立った人々は、緑の大地と青い空に歓喜し、その喜びを分かち合った。植民船の指導者ウェー・ドゥムナは、人々をダイナの丘に集め、これからの平和と繁栄を固く誓った。そしてその惑星をマーズと名付けた。だがその宇宙には、彼らマーズ人以外にも知的生命体が存在していたのである。世襲制の貴族社会を基盤とし、高い文化レベルを誇るユリア人。特殊な能力を持つ王族に率いられ、精神能力の発達したゾリアス人。保守的で原始的な生活を営むミュントス人。ウェー・ドゥムナはそれぞれの種族の長を弟子とした。そして植民船によってもたらされた高い文明を、それぞれの種族にそれぞれの形で伝えた。ただミュントス人のみがそれを拒んだのである。ウェー・ドゥムナの死後、弟子たちはそれぞれの惑星へ戻り、それぞれの考える理想の国家を築き上げた。もうすでに遠い過去のこととなってしまったウィスペラードの歴史の1ページである。